ウインカー後方確認ですね。スタート。はい、それじゃあよろしくお願いします。はい、モニュメントです。バイクのインプレッションですね。はい、3、5、出ていって、足がね、あのノーマルだとここまで段差は拾わないと思います。ハードスプリング入れてリアサスね、 YSS 入ってるんで、どうしてもこうギャップは拾いやすいですね。なんか4000回ここで4000回転でここを走ってくれますね。ここら辺ギャップがあるんでちょっと分かりますかね。パターンあのフロント ABS 切ってるんで、はい、メッシュ入れてるんで、スタイルすごくまとまってるなぁと僕自身は思ってるんですが、皆さんがどう思われるかわかんないです。まあ人気ないですよね。あ、ここ、そうそう、ちょっと外したまんまつけてないんですけど、これ C4 系ですね。スタートももう普通にトコトコトコっとこんな感じで出ちゃうんで、あの本当乗り、これから乗るよって言われる方も全然乗りやすいと思うんですよ。本当に低速もあるし、めちゃくちゃな速さを求めないんであれば全然問題ないですよ。むしろこれ使い切ったら速いです。すごい軽い形状も、なんだろう、リグリップしやすいんですよ。本当これ結構尖ってますよ。走ること考えてますよ。本当これあのジーパンだからあれ余るんですけど、ちょうどつなぎ切ると多分ここピッタンコ、多分じゃないな、ピッタンコになるんですよ。でバックステップつけてちょうどつなぎ切ると、ここの角っこにピッタンコになるんで、リグリップしやすい。ハンドルもあれですけど、ブリッジの下に切ってるじゃないですか。去年も本当90年代のバイクをもう一歩押させてくれる感じですよね。ブレーキボルクもありますし、でコーナーはヒラヒラじゃないですか。本当ヒラヒラなんですよ。ヒラ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 あ、バイクですね。こんにちは。あ、いいですね、挨拶してくれました。もう気持ちいい。いや、もうああいうですね、好きなんで、こうやって乗ってるんだけど、だからこれ出たんだけど、これしかねえと思ったんだね。シフトダウンとかしちゃってますけど、別にシフトダウンする必要ないんですよ。こんな感じで、張りますかね。決めてはないんですけど、ヒラ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 張ってますよ。はい、なんでこれが売れないんだろう。ジムのマニアが愛するバイクになっちゃってる感じですかね。あ、ちょっとここで U ターンします。後ろ確認してますからね、大丈夫です。前も確認、後ろも確認で、ウインカー出して
後方確認して U ターンですね。はい、U ターンも簡単です、軽いんで。景色最高っすよね、めっちゃいい。あ、海ですからね、海で工場地帯で倉敷市で、向こう側が岡山ですね。もう全部見えちゃった。これね、タンデムされる方はちょっとね、どうなんだろうと思いますよね。そう、これが後期のいいところなんですよ。これ外せるんですよね。ここは初期型つか前期は溶接してあって、でこの状態なんで、でこれをちゃんとしたそのステーに変えて やればね、もう僕もタンデムなんかもうまずすることないんで、いらないっちゃいらないんですけど、こっち側ね、これを外してやってしたらすごいスッキリしますよね、より一層。じゃあ行きます。まあ当然のことながらクラッチもめっちゃ軽いですよ。もうほんとめちゃめちゃ軽い。結構下ってますよね。こんなところすごい得意、このバイクは。昔こういうカーブすごい嫌いで、免許取りたての頃ですかね、なんかそんなオーバースピードでも入ってないんですけど、グッとこう奥で回り込んでるとフロントブレーキをかけちゃうんですよね。でストーンと転んじゃって、何をやってるんだろうみたいな感じでしたね。さすがにね、今はそんなことはないですけれども、こういう場所を走るのは SL 楽しいですね。止まります。まあちょっとあんま坂っていう、まあでも坂は坂、バックしますからね一応。で確認して出てみます。だから初心者の方で坂道発進とかって多分バイクが重たかったりすると心配だと思うんですが、これ軽いんでリアブレーキかけていただいて、ちょっとアクセル開けるだけで、分かりますかね。またもう一遍後ろ確認して止まります。で今リアブレーキ踏んでますよね。今度が止まってるんですが、アクセル軽く開けてやって、リアブレーキ離してクラッチを少しつないでやるだけでトコトコトコと出ちゃうん で今2速に焦って2速に上げたって全然止まることもないですから。おバイクですね、こっちに買っていただいて、早めに買うんなら早めの方がいいかなって思いますね。ちょっと待って、よいしょ。でスタンド出して、はい、こんな感じです。今回もねご覧いただきありがとうございます。ちょっとね走行動画初めてなんで、何をどう説明していいのかわからなかったんですが、少し SL の良さが分かっていただけたらなと思います。ありがとうございました。またお願いします。バイバーイ。